It's Cross Family. Welcome back to our channel. 今日はお家を探しに行くんですけど、良さそうなお家が4つオープンハウスをしているので、それを1つずつ見ていきたいと思います。それではよかったら最後まで見ていってください。1階。そこはトイレです。Can you show us your kitchen? ここがマスターベッドルームみたいです。こっちに入るとクローゼットスペースとシンク、それでトイレがあります。こっちに入れるとこんな感じで部屋が一つ。部屋が一つ一つあります。うん。本当だね。うん。上はこんな感じです。ライトもすごく入るので、すごく素敵なお家。はい、先の家は4ベッドの家だったんですけど、かなり値段もお手頃な感じなんですけど、多分絶対ね、いろんな方が。オファーが出ると思うので、値段はどんどん上がると思うんですけど、なかなかいい家だったんじゃないかなと思います。次行きたいと思います。ここがキッチン。こっちに。ここがマスターベッドルームです。本当だね、上がスペースが空いてる、はい、クローゼットが。はい、そしたら2軒目終わりました。サイトとかで写真見たより全然良くて、なんかやっぱりちょっとディテール細かいところ見たらやっぱり汚れだったりとか、なんかんっていうところはあったんですけど、家の感じ、フロアプランだったりとか、光も結構入る感じだったり、あとトイレもリノベートされていて綺麗になってたし、ストレッチエリアもかなりあったのですごくいいなと思ったんですけど、 The first floor was very spacious. Had many windows on all sides. And it felt very open and warming. So likeReally good family environment. キッチンもすごくなんかオープンな感じでスペースもあっていいなってすごく思ったんですけど、本当写真で見たらもう一回言うけど本当写真で見たよりすごく良かったのでいいんじゃないかなと思います。はい、そしたら次3軒目行きたいと思います。ここがお庭です。偽物の偽物の草。3軒目はすごく綺麗なお家ですごく良かったんですけど、ちょっと暗いかなって私たちの意見なんですけど感じました。でもすごくすごく綺麗なお家でした。でパーキングのスペースも3つもあるし、お庭もすごく広いしすごく良かったけど、今のところ私たちは一番最初に見たお家が一番いいんじゃないかなと思います。でもだからといって私たちがオファー出して買えるわけじゃなくて、ここからいろんな人たちがオファーを出して、これぐらい払います、あれぐらい払います、これもっと払いますっていうそういうオファーを出して、でオーナーさんが決めるっていう感じなので、戦いはこれからなんですけど、今のところ3つどの家もすごく素敵な家だったんですけど、今から4つ目今日最後のお家を見に行きたいと思います。わかるかな、すごい風が入ってくるの気持ちいいなと思いました。トイレとかも全部リノベートして綺麗なトイレバスになってます。はい、4軒目のお家を見てきました。
すごい、私的には1階 のリビングルームが広がってたりとか、あとラナイテラスのところがあったりとか、すごく風が入ってて気持ちいいなと思ったんですけど、エアコンがなかったんですよね。まあエアコンがないっていうのは、今はね冬の時期なのでどっちかといえば涼しいんですけど、うん、これから夏になってきて暑いってなったらちょっとエアコンがないのは難しいかもしれない。はい、今日は4軒のオープンハウスに行ってみました。トムさんの Which one is your favorite?The first one. First one.、Yeah. うん、私も一番目のが良かったと思います。まあ4つベッドルームもあったし、ママ、うん、明るいしね。例えば一番好きのは、うん、4番目の。さっきのお家、He danced. クローゼットに鏡がついてたね。まだわからないんですけど、今回のオープンハウスで皆様どの家が好きだったか、よかったら意見聞かせてください。そしたら今からコスコに行きたいと思います。着きました。美味しそう、ボバミルクティー餅だって。初めて見た、すごいでかっ。86インチ、これいくら？13万。20万。安くない？スプリングミックス $4 for this。 みかん見つけた。おいしそうだけど買わないです。いっぱい焼かれてる。チキンを買いたいと思います。おいしそう、大きい。 Is this okay?Wow! That's still pretty big too. Everything is big. Okay, but that's fine. Yeah. Okay. これ初めて見た、スタッフドサーモン。すごい美味しそう。バーガーステーキ。美味しそう。お水。Should we get two? 一応ホテルでも自炊してるので、これが必要。すごいいろいろ新しい商品とか出てきて、いろいろまたね買いたいと思うんですけど、今冷蔵庫がちっちゃいので置くところスペースもないので、またねコスコ動画は別でしたいと思うんですけど、今日はクイックコスコショッピングということで、またね今度コスコは別で撮りたいと思います。おいしい、うん、前はアサイボールがあったかと思うんですけど、それがなくなってて、そう今フルーツスムージーになってました。そしたら今から家に帰りたいと思います。いえホテルに帰りたいと思います。そしたら今から夜ご飯まで時間があるので、プールでちょっと遊びたいと思います。頑張れ頑張れ頑張れ。スタイラーが最近すごく泳げるようになったので、スノーケリングのセットを買ったんですけど、見せて。